皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。今回ですけれども、ランブのガチャが、はい、来ております。今回は、キュービーですね。ナルトなんですけれども、来ておるというところで、自分が、もうほんまにね、ランブキャラがね、全くと言っていいほど持ってないので、ガチャで言うところで言うと、キラビーしか持ってないという状況なんで、そろそろちょっと欲しいなという思いになったので、今回はこのガチャちょっと引いていこうかなと思います。で、内容は見ていくわけなんですけども、新規のナルトですね、キュービーが、来ておるというところで、耐性無視のダメージを全体に与える、感じで、で、かつ行動キャンセルが、入るんで、また、最近ではスキップ、ばっかりが注目されがちなところで、アビリティもそちらに、潜在解放ですかね、覚醒かな、のアビリティを、スキップ無効につけてる中、このキャンセルっていうのも、なかなか刺さっていくんじゃないかなというような感じですね。あと、もろもろと、あるんですけれども、いいかなっていう感じ。アビリティはかなって感じですね。で、ランボキャラがざっとおる中、この一番下のキラービーしか持ってないんで、どれででも新規ゲットっていうところにはなるんですけども、上の二つぐらい、フーとか歌方あたり、あとハンとかかな。もう欲しい、チガーラも欲しいかなっていうような、感じですね。一応30連目に一体は確定勝利と。キュービーが出るとは限らない、とはいえ、一応ランブキャラがゲットできるっていう枠があるんで、今回は、30連やっていこうかなというところです。で、割引もね、30個、40個と、10連目、20連目は割引があるんで、狙っていきたいかなと思います。で、おこぼれでこの上の、仙人ナルトとかゲットできたら、ラッキーかなっていうぐらいの程度で、ちょっとやっていこうかなと思います。まずは、10連目ですね。タップ。はい、さあ行きましょう。1枚目。2枚目。その30連、行く道中で、引いてもらっても全然構わないんですけども、4枚目かな。5枚目。6枚目。はい。7枚目。8枚目。9枚目。はい。10枚目。で、一応タップなんで、一応次、ここ。はい。カンクロではダメだね。はい。ということで、とりあえず10連はね、こんな感じで。来たわけなんですけれども、20連目も割引で40個で引けるというところで、さあ行きましょう。ただ、あれですよね。多分、おそらく、かぐやが、ね、5周年、iOS 5周年の、後半という感じで、かぐやガチャが来るんだろうな、というところは、もちろんあるんですけど、30年引いても、一応80個残ってるというところで、プラス、ログインボーナスとか、その他もろもろ多分来ると思うんで、多少の勝負はできるかなっていうようなところで、今回は、ランブキャラをとりあえず、とりあえず1体はゲットしたいなというような感じ。次やね。次ラストぐらいですかね。はい、タップなんでここ一応、ダメね。これで開いたら仕様変更されておる。はい。20連目、20連目と、ちょっと残念な、もうかなり残念やね、これ、ね。はい。もう星6すら出ないような状況の中、30連目、確定枠、行きましょう。はい。いいですね。これ2枚ぐらい引っこ抜いてもいいんだよっていうところなんですが、次確定はここで来るでしょう。はい。さあ。ガーラ。あるだす。2枚目。じゃあ3枚目か。もう1枚。もう1枚欲しい。正直。5枚目ぐらい。6枚目。
よう出るな。ここら辺で、うん、あかんか。10ぐらいですかね。おっと、ここで。ああ、なるほど。あ、ラストか。はい。というところで、もう今回最後、30連目に関しては、6を2枚、引っこ抜き、かつ確定枠で、うん。一本ガーダ、ゲットいたしました。まあ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 、いいでしょう。いいでしょう。ガーダってどうなんですかね。まあ、確か強かったような気がするが、ちょっとよく見ます。また後で。はい。まあちょっと狙いのところではなかったとはいえ、一応ね、あの、新規の、ランプキャラ。まあ、ゲットしたんで、まあ、次の昇級試験とかでは、ちょっと活躍してくれるんかな、というようなとこですね。ガーラどうやったかな。まあ、うん、うん。また、はい、知ってる方いらっしゃいましたら、コメントでも教えていただければありがたいかなと、はい、思います。はい、というところで、今回の動画はここでお開きと、させていただきたいと思います。最後までご視聴、ありがとうございました。